本日は観石スタジアム栃木にやってきました。さあいよいよですね、一期一会栃木国体、栃木大会の開催まであとわずかということなんですが、今日はこちらで開閉会式を盛り上げてくれる式典演技の練習会が行われているそうです。それでは早速行ってみましょう。式典プログラムは夢を感動へ、感動を未来へをスローガンに、1、県民総参加のもと、簡素の中にも創意工夫を凝らしながら感動を共有し、すべての人々の記憶に残る式典を、2、美しい自然や優れた歴史、文化、豊かな食文化などの栃木の魅力を全国に発信する式典を、3、訪れる人々を心のこもったおもてなしで迎え、出会いと交流により人々の絆が深まる式典を、こちらのコンセプトのもと行われます。今ですね、10月1日に行われます総合開会式のリハーサルが行われています。この後式典演技も行われるようですが、そちらは本番でのお楽しみということで、冒頭の様子を写真で少しだけご覧ください。県民が一丸となり披露する総合開会式での式典演技は、天皇陛下がご着席後に行われます。栃木県の自然や歴史、文化などを取り入れ、栃木の魅力を分かりやすく伝え、参加するすべての人々がつながりを感じることのできる、昭和55年に行われた土地の葉国体に負けず劣らずの構成となっています。さあそれでは式典演技に参加されます宇都宮女子高校のダンス部の皆さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。お願いします。式典演技には県内の高校生たちが主体となり、宇都宮市内の高校からも多くの人が参加されます。たくさんの方から注目されて大きな舞台だと思うんですけれども、どうですか、今の気持ち教えてください。そうですね、いつも体育館とかの狭いところで練習しているので、はい、こういう大きな舞台でやるっていうのはすごく貴重な経験になると思います。はい、式典演技は3つのシーンに分かれているって伺ったんですけど、皆さんが登場されるのはどのシーンになるんですか？シーン3です。はい、シーン3のテーマぜひ教えてください。製造者と科学者がものづくりをするシーンです、うん、はい、どんな演出があるんですか？ちょっとできる範囲で教えてもらえたら嬉しいです。はい、こうやって本当に製造しているような感じなんですね。なるほど。あとはなんか見どころがあったら、じゃあ部長さんから教えてもらえますか？はい、小さい子から高齢者の方まで、うん、すごい様々な世代の方が踊っているので、はい、みんなが協力して楽しくやっているところをぜひご覧いただけたらなと思います。私たちの学校のダンス部はすごい大人数でやってて、それよりも大きい人数でやるっていうのが私にとってすごいなかなかないことなので、その迫力もぜひなんか表現できたらなと思います。はい、私たちの代はみんなコロナ禍でなかなか目いっぱい踊ることができなかったりしたので、こういう大きい国体っていう、まあ、なかなかない機会に全員でダンス部全員で出ることができてすごい嬉しいので、見に来てくださる方々も私たちの精一杯のダンスとか選手の方々も私たちのダンスを見て、まあ、楽しんで頑張ろうと思ってもらえると嬉しいです。宇都宮北高校のダンス部のお二人にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。お願いします。国体の総合開会式という大きな舞台でパフォーマンスすることが決まったときはどのようなお気持ちでしたか？はい、まさか私たちが出るんだなっ
ってちょっと緊張と楽しさとちょっとワクワクがありました。樋口さんいかがでしょうか。僕も同じ感じで本当になんかすごいなって思って、はい、こんな国体に出るのがで本当にすごい楽しみだなって思ってます。それではですねシーンさんに登場していただくということなんですが、そのシーンはどんな演出か、あと見どころも教えてください。はい、大きなものを作るんです。2つできるんですけど、はい、何が出来上がるかはお楽しみなので、そこにちょっと注目してほしいなと思います。わかりました。そうですね、前半は、すごいかっこいいダンスを踊るんでぜひそちらにも注目してほしいです。はい、では最後にですね宇都宮北高校のダンス部の魅力ぜひ教えてください。とにかくみんなが明るくてワイワイしていて個性が強めなので、はい、毎日一緒に活動していてとても楽しいです。素敵な歌声が聞こえてきました。練習が始まったようですね。こちら宇都宮合唱団の皆さんは式典での音楽隊として参加を予定しています。式典音楽は吹奏楽隊と合唱隊で構成され、県内の高校生たちをはじめ栃木県警察音楽隊などおよそ220名で総合開閉会式を盛り上げてくれます。宇都宮合唱団団長渡辺亮さんにお話を伺いたいと思います。渡辺さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も練習お疲れ様です。はい、ありがとうございます。まずは宇都宮合唱団の皆さんがどのような人たちでこう構成されているかっていうのも気になったんですけど、そういったところも教えてください。はい、団員はですね、結構幅広く下は高校生から上は70代まで幅広い年代で活動させていただいております。ここ最近はコンクールでも金賞をいただいて関東の推薦をいただけるようになってます。今年も10月に関東の場所で演奏してきます。そうですか。曲を見てみますと結構栃木ゆかりの童謡メドレーですとか栃木ベリーヒットメドレーっていうのもありまして、このあたりがとっても気になったんですが、はい、童謡メドレー野口雨情さんのメドレーはですね本当に童謡7つの子カラスなぜ泣くのああいった童謡が10曲くらいかな、メドレーになっていまして、そういう構成。もう一つヒットメドレーの方ですね、そちらも皆さんよく知っているような歩いて帰ろうだとかあとはヘビーローテーションだとか、はい、そういったヒット曲を、でそれが童謡といってもまったりと歌うんじゃなく、それが入隊場で演奏されるので軽やかに軽快に歌われているのでぜひ楽しみにしていただければと思います。まあ、音楽隊ということでメインはやっぱり競技のアスリートの人たちだと思うので、それの人たちがより輝けるように演奏できたらと思ってますので、ぜひお楽しみください。はい、ありがとうございます。それでは宇都宮合唱団副団長の柿崎さんにもお話を伺いましょう。栃木県だけでなく他の各地から選手がいらっしゃるので、はい、栃木の良さを伝えられればいいなと思います。皆さんの歌声を聞いて今からでも合唱を始めたいって方もねきっと出てくるかと思います。そのような方に向けて何か一言お願いします。はい、宇都宮合唱団毎週水曜日、の、19時半から練習をしています。もし興味がありましたらぜひ見学にいらしてください。最後にお邪魔したのは吹奏楽隊として参加する宇都宮中央女子宇都宮高等学校吹奏楽部。今年度より共学校として新しくスタートしたこちらでは吹奏楽部にも男子生徒が加わり、8月に行われた第64回栃木県吹奏楽コンクールでは見事金賞を獲得しました。
ところでなんですが、まあ、様々な賞に輝いている栃木県立宇都宮中央女子高等学校の吹奏楽部の皆さん、他の学校とはうちの吹奏楽部はここが違うぞっていう何かこう魅力とかポイントがあったら教えていただきたいんですけど、今までは女子校としてやってて、音楽的にもなんか優しくて柔らかくておしとやかな感じがするんですけど、その一面でもなんかその迫力のある一面とか表現力の豊かさとかをなんか前面に出していけるバンドだなって思っていて、で今年男子を迎えて、で迫力がより増した感じがして、そういうところもすごくいいところだなって感じています。じゃあ皆さんの演奏を見てくれる方に何かこうアピールポイントがあったら一人ずつお願いしてもいいですか。はい、はい、やっぱり中女の良さもその合同バンドの中でも発揮できるといいと思います。ぜひ聴いてください、うん、はい、その生で聴いている人だけじゃなくて、その画面越しに聴いているそのお客さんとかにも吹奏楽部だったり合唱団だったりのやっぱ音楽の素晴らしさというか良さを迫力、さっき寺田さんが言ってたように迫力も交えながら届けられたらいいなと思っています。はい、ありがとうございます。応援メッセージみたいな感じで音楽でなんか選手の方々を元気づけられたらなっていうのと、その作新学院さんと警察音楽隊の皆さんと私たちでその生み出す吹奏楽と合唱隊の皆さんと作り出すその音楽を皆さんにも聴いていただけたらなって思います。はい、ありがとうございます。それでは2年生のお二人にもいろいろとお話をお伺いします。これが国体かとね、なんかねその本番のような気持ちではなかったかもしれませんが、リハーサルから感じたこととか何かありますか。衣装も着てやったんですけど、うん、今まではホールで練習してたので、はい、やっと実感が湧いてきたというか楽しみになってきました。私音の響き方とかも違うので、はい、やっぱり吹いてても楽しかったですね。当日も楽しみですね。衣装配られた時になんかすごい嬉しくて、それ着て演奏した時になんかすごい実感が湧いてきたっていうか感動したっていうか、なので本番がすごい楽しみです。いちご一会栃木国体栃木大会、夢を感動へ、感動を未来へ、盛り上げよう。おー。8月27日、会期前大会から来場する選手や監督などをおもてなしするため、ボランティアや県総合運動公園近隣の自治会の協力により協賛企業から提供された花苗や軍手などを利用し、競技会場を彩る花プランターおよそ500基が作られました。で、植える前にこの下をちょっとほぐしていただいて、はい、そしてそのまま抱いて4箇所同じように、自分は競技では参加しないんで、ちょっとでも携わりたいなと思ってボランティアに参加しました。すごいいいプロジェクトだなと思います。もう一枚いきます。はい、ポーズ。自分たちっていうかみんなで植えた花をそのいろんな選手たちに見てもらえるのがすごい嬉しい、気持ちよく出迎えられるみたいな感じがします。現在、花プランターは宇都宮市内の各競技会場にて設置されています。最後に、宇都宮市からのお知らせです。10月16日、3年ぶりにジャパンカップロードレースが開催されます。その他、チームプレゼンテーションやクリテリウムなど盛りだくさんの3日間となりますので、自転車の街宇都宮が誇る自転車の祭典をお楽しみください。次回は番組でご紹介した選手たちの競技の様子をはじめ競技結果などをお伝えします。お楽しみに。大きくガッツポーズ。